皆さんこんこにちは森崎アリスですはい今日の動画はですね口のティントを紹介したいと思いますこっちがベリサムっていうあのー、日本でも売ってるティントになるんですけどこっちがベリサムじゃない方になりますでどっちも韓国で買ったんですけど今日はベリサムじゃない方の赤を使用していきたいと思いますでベリサムの方は6本セットを を買ったたので今度ベリーサムは紹介しいいと思いま,すまずえー、とティントをやる前は口の汚れを取ってからスクラブとかしてからにしてくださいちょっと私今リップつけてるのでリップだけ外したいと思いますはい何もない状態になりましたそして、えー、赤を今日はつけていきたいと思いますこれを本当に分厚く塗るだけいきます 結局結構ねもうはがれるんだほらほら見えるかこいレロンいや普通に皮むけそうなんだけどなぜか出血もしそうしてるあーしてる血出ちゃったうん なんか私みたいに唇が弱い人はスクラブやった後とかにちゃんと皮とかあのー、あれがない時にやった方がいいと思います私も一応ねあのスクラブしてからやったんだけどそれでもちょっと耐えられず口からちょっと出血出血しているああ出血には皆さん注意してくださいヒントプラス出血 事故が起こったのということで盛り上げでした皆さんティントやるときは気をつけてくださいあのベリサムやるときはねあのスクラブもっとちゃんとリップスクラブしてからやりたいなと思います盛り上りでしたバイバーイ、はい、今日もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきますそして過去の動画はここら辺に出しておきますもうお予期生の出血だったからめっちゃ痛いんですけどもあめっちゃ血出てる <laughs> ということで盛り上げでした 拜拜。Bye bye.